はい、おはようございます。浜名古屋ガーデンチャンネルです。8月23日ですね。今日は祝日になってます。はい、実は今長野県の富士見の城に来てます。明日から24、25、26と業者向け、我々でいうと、バイヤーさんに対しての展示会、植物の展示会が行われます。長野県の方で、そこの準備で今来てて、ハンドメモとね、宿根草とかがメインなんで、その展示をするんですけども、実は今結構好評な、人気な植物たちを展示しようと思ってます。何かというと、見てください、これ、じゃじゃん、後で見せますけど、何と思いますこれ。これね、葉っぱだけ見て分かったら、実がつくと分かるんですけど、実はこれジャボチカバっていう、ブドウが房じゃなくて木になるブドウみたいなものです。こうもいでとか木からもいで食べるものなんですけども、なかなか市場流通、鮮度的な問題がしないので、家庭菜園とか自分でやらないと収穫できない植物ですね。で、我々、花の大和は沖縄の、生産者と提携して、こういう沖縄果樹、南国フルーツっていうものを販売展開してます。ですので、もし記憶ある方は、4月から5月、6月にかけて、こういう、マンゴーの苗とかパパイヤとかっていう植物とかも売り場に見ると思うんですけども、ああいうのも一部花の大和が供給しているものもあります。で、作ってるのは沖縄で作ってて、南国っていうぐらいなんで、どうしても気温があったかくないと難しいです。冬越しが難しい植物が多いです。ただ近年すごくこの冬場まで暖冬続いてるっていうことがあったりとか、ちょっとハウスとか自宅に入れるだけで実は十分冬越しできちゃうんですよね。以前動画でもまっちゃんが挙げてたんですけど、まっちゃん、奈良県在住のまっちゃん、花の大和の従業員、スタッフですけども、まっちゃんは実はバナナを鉢で栽培して、冬場は自宅に入れて管理して実収穫してます。バナナ、奈良県でバナナ実収穫してます。そうなんですよ。なのでもう不可能じゃないんですよ、沖縄のフルーツとか栽培するっていうのが。それもまっちゃんに関してはもう結構前、もうその 2,3 年とかじゃなくて、多分ね、聞いた限りの話で言うと7年とか8年ぐらい前に、すでに奈良県のあの気候、冬の寒さで家に自宅に管理して、冬場は冬越ししてることなんで、できちゃうんですよ実際、管理さえできれば。で、特にこれ驚く方多いんですけど、冬場、北海道の方が南国フルーツね、購入していただく方というか、栽培する確率高い、成功する、冬越しすることが高いみたいで、不思議じゃないですか。なんでかっていうと、私も何回か北海道行ったことあるんですけど、冬場の北海道って部屋の中もめちゃくちゃ高いんですよ。その建物の構造もそうですし、やっぱ暖房入れてるのもあるんですけど、なんで、中に入れるだけで、ハウス栽培とかもそうですけども、中、暖房さえ効いておれば、あの北海道でもできちゃうんですよ。そうなんですよ。なので冬場しっかり対策すれば冬越しして、ただやはりその冬越しようと思うと、よっぽどの施設とかがない限りは、鉢、大きな鉢で栽培っていうのが必須になってくるんですけども、そうすることによって南国果樹フルーツが栽培収穫できるので、ぜひこれはまだね、持ってない方とか、やってみたいって方は、販売時期はおそらく来年の4月5月頃から。で、結構ここニッチの商材なんで、売り場にならないこと多いんですよ、結構少ない。我々もこれをアピールするんですけど、やっぱりね、その小売店あるあるなんですけど、売れない、ちょっと10個置いて1個しか売れないものはやっぱ置きたくないんですよ。そう、でもニーズはある。その100人のうち1人ぐらいのお客さんは欲しいって方いらっしゃるじゃないですか。なかなか置けないんですね。それはチューリップとかにしてもそうですし、植物何でもそう。100人いるうちの
一人のお客さんが欲しいっていうものだけを揃え出すともうキリがないんで、売り場も場所も限られるんで、そうじゃあどこで買うねんと、もうお困りの方いらっしゃいますので、今見てもね、私欲しいと、そういう方は花根元のオンラインショップに飛んでください。買えますから、一ポットから買えますから、もう幅広い品種たくさん一通り揃えてます。今から見せるものも西村ボスに言って全部登録してもらうんで予約購入できるようにします。これはおすすめです。沖縄で全部生産してるもので、仕立てもすごい丈夫です。温度さえあればしっかり冬越しもできて、植物いろいろよるんですけど、今人気なのがコーヒーのね、苗木とかも結構いう人気になってきてますんで、ぜひよかったらこういうのを購入いただきたいなと思います。ちょっとね、今からカメラ切り替えて見ていただこうかなと思うんで、はい、ぜひ見てください。どうぞ。はい、商品のラインナップです。これね、なかなか見ないでしょう。これ例えば今回おすすめがこの水レモン、幻のフルーツですよ。苗はこんな感じです。これ全部沖縄で管理してたんでこんだけ生き生きしてます。こっちの方だとやっぱり、ね、どんどん気温下がっていくんで、極力あったかい部屋に場所に移動してあげるのがいいかなと。これは、パイン、スナックパインですね。ちょっと有名になった一時期、こう、もいでというか、パリッと割って食べれるタイプの、半玉とかね。これ、黒胡椒も今年めちゃくちゃ人気やった。おーらはーつった。落ちてもね、こいつ丈夫やから。大丈夫です。この黒胡椒がね、なかなか出回らない国産の黒胡椒を作れます。これもオンラインショップで数量限定で購入できますんで、よかったら見てください。三色バナナね、バナナもここにあったりとか、ドラゴンフルーツはね、もうね、やっぱあっという人気ですね。これね、意外にかなりできちゃいます。あとマンゴーもね、後ろの方に。あてもやなんてもう多分食べたことないでしょ。で、今結構巷では人気のこの、もうね、アボカド、これね、実はね、アボカドって輸入がもう 99% らしいんですよ。国産のアボカドってほぼないんですって。で、国産のアボカド作りたいっていう生産者結構多くて、結構大量買いが増えてます。なかなかね、やっぱり国産アボカドって難しいみたいで、作るのが。家庭菜園の1ポットぐらいなら簡単にでき、ただね、これね、2品種で確かいるんですよね。同じタイプ、系統のものが。なんで、そういうのも、ちょっと、これ、ラベルには、確かそういう、情報をね、花根元のこの商品買ってもらうとね、何がいいって、うちのスタッフがいろいろと研究してですね、ちょっとこれね、バランス悪いですよね、これね。パイナップルは。よいしょ。研究して、ほら。ここね。こんな感じで。アボカド結構ね、栽培するにもポイントがあるんで、こういうものをすべて、ラベル裏とかにも情報載せてるんで、よかったらね。参考にしていただけたら、ぜひ、こういうのもオンラインショップで買えちゃうんでね。パパイヤですね。パパイヤも今人気ですね。パパイヤ、もう今、結構、冬場あったかいんで、意外に収穫できちゃうっていう、パパイヤ、パッションフルーツとかは、こう、実ができるのは早いんですけど、追熟が熟すのに時間かかるんで、温度がないと早く植えないとダメなんですけど、今結構ね、できるところエリアも増えてるんで、よかったら、パイヤもパッションフルーツもあるし、パイヤもあれだ。シマゴ、これシマゴ礁なんかあったんや。シマゴ礁大丈夫か、これ出してあるかな。はい、芋とかね、アセロラも人気ですね。これいいよ。これレンブ、これレンブって結構ね、タイとか行くと、なんか、水分補給用のなんか、フルーツみたいな感じで売ってますね。これパイナップルの大鉢。
これがジャボチカバ。これもめちゃくちゃいいですよ。仕上がってますからね、ジャボチカバ。これスターフルーツ。なかなかね、ここまでパッションフルーツの大鉢とかね、こんな感じで、これ全部花並とオンラインショップで予約購入できますんで、ま、ちょっとねマンゴーとか高価になりますし、ジャボチカバとかも多分3、4000、5000ぐらいするんですけども、観葉扱いでねやってもらうといいかな、収穫でき食べれる食用の観葉と思ってやっていただくと面白いかなと思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。はい、どうでしたか。もう種類今持ってきてるだけでも何種類、もう20種類ぐらいあります。全部欲しいですよね、うん、これパパイヤ、さっき見せためちゃくちゃ仕立ててません、これいいですよね。これごっついで、これはこれも実はこれ、そう、あの花根元もあの無加温、あの温度足りてない、ハウスでこれぐらいの株やったら落ちても冬越ししてました。そういえばだから外だったらもう絶対アウトですけど、ハウスに入れとけば結構ある程度温度も抑えれるんで、あの下がるのが抑えれるんで温度足りてないんですけども、こせたんで、意外にやっぱこれ長く大きい株やったらいけるのかなって思ったりもします。でやっぱ温度であの生育変わってくるので、やっぱあったかい地域に行けば行くほど、九州とかに行けば行くほど生育がやっぱ早いですし大きくなりますんで、こういうのももう鉢を植え替えてあげて大きい鉢にしてあげるのが、まあ9号とか10号ぐらいでも全然いいかなと思うんで、自家製のパイナップルなんてね、取ったら子供びっくりしますよ、これ喜ぶでしょうね。まあ美味しいとかじゃなくて、やっぱ自分で作って栽培、うん、するっていうのがすごいやっぱり面白いと思いますし、なかなかねこういう体験できないので、ぜひやってもらえたらなっていうふうに思います。はい、どうしようか、これ何点かインスタグラムでプレゼント企画しようかな、欲しい方いるかな、プレゼント企画ちょっと考えときます、それも。うん、プレゼント企画もう YouTube 登録してる方、インスタグラム、フォローしてる方やったらね、情報早くいくと思うんですけど、いいにした方1名様にプレゼントみたいなね、何個かしようかなと思うんで、欲しい方いるでしょ、ちょっと検討しておきますんでね、そういうのも。はい、ぜひ花根元の YouTube チャンネル登録、高評価コメントお願いしたいですし、 Instagram の方ではこういうお得な情報が流れてくるので、ぜひフォローしてください。はい、今回の動画が、さっき言ったように紹介したものすべてオンラインショップで買えますので、もしお近くの店舗なかったら花根元オンラインショップチェックしてみてください。花根元オンラインショップ初回登録会員登録していただくと1000円分のポイントつきます。1000円分使ったらめちゃくちゃ使えるんで、ぜひ登録していただいて、取得だけでもね、もう1000円ついちゃうから、もう1000円だけもらってもらい逃げしてください。はい、じゃあ、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。